アクアの2015年製洗濯機が止まりました。 UFO は蓋が開いている。お示すコード。U4 表示のまま洗濯工程に進めない。蓋後方のカバーを開けると蓋の左側ヒンジのすぐ後ろにリレーのスイッチがあります。蓋が開く動きでスイッチが押され洗濯機が止まる仕組み。スイッチの接点である銅板が欠損したのが故障の原因。乱暴ですがスイッチに接続された2本のコードをちょん切り直結すればとりあえず動く。この型の部品はメーカー在庫がないとのことでやむを得ません。試す場合は自己責任で。なお作業中は電源コンセントを抜き水分をよく拭き取って感電防止してください。